こんにちは、こんばんは、おはようございます。クチンの部屋へようこそ。今日は3月25日、天秤座の満月から4月9日、お羊座の新月までの占星術空模様となります。では、画面の共有をしながら、画面の共有。クチン占星術では、AC を自分、IC を家庭、DC をパートナー、MC を社会とすると、もう本当、こう、ぶわーっとパートナーと社会に惑星が集まってるよね。でも、それをなんか支配してるのは自分っていう月なんですよね。で、そう考えると3月25日から4月9日の間って学生さんは卒業式と入学式があるし、社会人においても、まあ新入社員が入ってきたり部署異常があったりっていう変化の時期ですよね。なので、その変化がたくさん起こるということで、それがどんな変化なのかっていうと、この天秤座の新月、天秤座っていうのはバランス感覚ですよね。で、それがアスペクトを取ってるのがこの冥王星なんですね。水瓶座の冥王星、水瓶座、天秤座っていうのは人間関係のバランス感覚、水瓶座っていうのは知識のバランス感覚、その中で五質っていうのは趣味とか恋愛とか自分の本当にしたいことで、ここに冥王星、水瓶座の冥王星が、入ってるってことは、もう風の時代、多様性の時代ということで、自分の本当のしたいことが今までの社会的通念においてはちょっと違ったかもしれないけども、変えていきましょうよということで、7質の自分のパートナーはどういう人間がパートナーになるべきかっていうような、今までの社会的通念じゃなくて、本当に自分が愛する人、本当に自分の好みの人、自分が一緒にいて波動が落ち着く人を、まだパートナーがいない人はね、パートナーにしていきましょうっていうような時期になってきます。だから社会が押し付けるようなパートナーではなくて、本当に自分が一緒にいて波動が心地よい人をパートナーにしていきましょう。そのパートナーっていうのは仕事のパートナーでもいいし、人生のパートナーでもいいですね。うん。それを変えていきましょうってエネルギーがあります。それは人間関係のバランス、社会の、水瓶座の時代の、男性は女性と結婚しなくちゃいけないとか、女性は男性と結婚しなくちゃいけないじゃない、もっと多様性を持っていきましょうということですね。で、相手がどういう人がいいかっていうと、ここにライジングドッセイさんっていう、ライジングドッセイさん、DC が11度でしょ、12度にドッセイさんが来てるってことは、このドッセイさんがいいっていうことね。ドッセイさんっていうのは、例えば、自分に対して、一回り以上年下が水星、自分に対して二回り以上年下が月だとすると、自分の同世代が火星もしくは金星、自分の同世代の同性が火星が金星、男性か女性かに、で自分より一回り上が木星だとすると、自分より二回り上が土星だったりするのね。そうすると、例えば今年30歳になる人の二回り年上というと、今54歳でもう少しで55歳になる人と、パートナーになるといいんですよ。で、そうすると、この土星さんっていうのは、この天秤座のルーラーである金星、金星ともコンジャクションしてるんですね。16度と12度なので、なので、とっても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 幸福なパートナー関係になりますので、もし今今年30歳くらいになる人で、二回り以上離れた54歳もしくはもうすぐ55歳になるサイレント期間中の彼氏がいる場合は、
社会的通念を乗り越えてその人とよりを戻すとどういうことが起こるか。この土星っていうのは九室大牛座にある木星天王星と手をつないでいて、九室の木星天王星からもうサポートを受けてるということはね、金星と木星、占星術において木星が大幸運、金星が幸運ということで、もしこのね3月25日から4月9日の間に2回り以上年の離れたねサイレント期間中のジジイとよりを戻すと木星と金星が後押ししてくる、もう大幸運だよね。さらにこの木星さんはどういうことかっていうと、お牛座っていうのは肉体とかお金とかを表すの、五感を示すのね。なので、で、九室っていうのはスピリチュアルを示すので、なので、例えばね、肉体っていうのが、三室とかの、肉体とかだと、接骨院でするようなマッサージとか、鍼灸とか、になってくると思うんですが、この九室のボディーワークになってくると、情報空間の書き換えとかエネルギーワークとかっていうね、あとカウンセリングとかそういう、なんだろう、今までのアプローチと違う肉体へのアプローチで、生態とか肉体を変えていくっていうことが容易になっていく。さらにその方面にあなたが進みたいっていう方向に対して、新しいその54歳から55歳のおっさんがその方向に、あ、昔ね、カイロプラクティックの学校行ってて接骨院にも勤めてアロマセラピストをやってて、さらに、エネルギーワークのプロもやってて、情報空間の書き換え機構とかもやってるから、そういうの実は得意なんですよみたいな感じで手助けできますよみたいな感じで、あなたの今後やっていきたいことが、もし肉体関係のことで、スピリチュアル的な要素を含むことだったら、すごいいいパートナーですね。さらにこのお羊座ので、今世やるべきドラゴンヘッドとカイロンがまだコンジャクションしてるんだね。3度しか違わないから。だから特に、お羊座生まれの人っていうのは、今世出会うべき人、するべき人と、一緒にならなきゃいけない期間なんですけれども、カイロンっていうね、自分のトラウマとかコンプレックスを刺激する惑星がいるからできない。でもこのカイロンっていうのはね、このカイロンを使っていくと、スピリチュアル方面のお仕事をできるんです。例えばね、西洋占星術習うと分かる。カイロンが二室や MC にあると西洋占星術師もしくはヒーラーになるよっていう。カイロンっていうのはもともと傷ついた癒してって言われてて、ケンタウルスのアポロンの先生、お医者さんなんですよ。でも、もう自分はすごい、普通の人だったら死んでるような怪我、一生治らない怪我を持ってるんだけど、神様だから死ねない。でも、そんな人が医療の神様をしてるから、どんな、本当に傷ついた人の痛みがわかるから、最高のヒーラーになるっていうのが、このカイロンさんなんですね。という形で、今、お羊座の人っていうのは、今世出会うべき人と、そのトラウマ的なものを振り払って、自分の趣味を仕事にして生かすために、その2つ以上離れたサイレント期間中の人と、またよりを戻すと、あなたのやりたいことというのがもう天の導きのようにどんどんスン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 と進んでいくよっていう感じになりますね。はい、そんな感じです。あ、でもね、今10天体巡行中なので、流れに任せるとそういう流れになると思います。流れに逆らわなければね。はい。で、天秤座じゃなくて、獅子座の方はルーラーの太陽が、7室にいるので、新しいパートナーができるかもねっ
ていうか、だから結婚してる人はビジネスパートナーだし、パートナーがいない人は新しいパートナーでいいよね。で、蟹座の人は月がこういう三角形の中にいるので、やっぱりパートナーがあのプリティーウーマンのように自分をの世界を丸々変えてくれるような素敵な足長おじさん的なパートナーと出会えるかもねという感じですね。で、乙女座の人はルーラーの彗星が、発出にいるので、うん、乙女座の人はこの期間、あれですね、お墓参りなどをするといいかもしれないですね。はい、それと発出っていうアクティブな現象とカイロンとドラゴンヘッドがあるので、発出っていうのは、密室でね、あのズッコンバッコンするっていう勝利もありますので、そういうのもいいかもしれませんね。で、乙女座っていうのが一室と十二室、十二室っていうのは秘密の部屋で、発出が隠れた部屋で、おしすじ座っていうのがエネルギーなので、そういうことも今はいい時期です。あ、子作りに励むといい時期だと思います。はいね、世の中には子供ができなくて悩んでる方もいらっしゃると思うんですよね。で、双子座の人は MC 上に行って、このルーラーの彗星が発出にいるので、今世、私は今世何をするために生きてきたんだろうかっていうのをご先祖様に問いかけてみるのにいい期間かもしれませんね。で、牡牛座さんの人っていうのは肉体的なことのスピリチュアル的なことをするといいですねっていうのと、この天王星と木星がもうコンジャクションしちゃったんですよね。フルコンジャクションはしないんですけども、5度以内になっちゃったので、あの木星、あのね、木星と天王星の影響がもうそろそろすごく出始めまして、牡牛座の人はもうそろそろもう今までやってきたことがね、立ち行かなくなる時期になってます。もう私なんかもう人生の嘆き感突入中でございましてね、まあ嘆き感が終わればドド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 ドーンと動くんだと思うんですけども、この天王星と木星がフルコンジェクションするのが4月の20日くらいだと思うんですけど、その頃に私がまたドドドドドンとまた動くと思うんですけど、今はね、もうね、嵐の前の静けさ状態ですよ。暗雲一つない凪状態ですね。はい、そんな感じです。同じように牡牛座の人を感じてる人いると思います、たくさんね。で、天秤座の人、天秤座の人はルーラーの金星が、7室にいるので、パートナーとしてビジネスパートナーでもいいですよね。2回りくらい年上の人をビジネスパートナーにするといい感じですね。ビジネスパートナーじゃなくて恋愛のパートナーにしてもいいですよ。はい。で、おしすじ座の人っていうのは、ここにまたやっぱりね、このドラゴンヘッドとカイロンがコンジャクションしてるので、今世出会うべき人と、自分のトラウマを乗り越えてちゃんとその人と一緒になるのがいい時期だと思います。で、サソリ座の人は3室でルーラーの火星が、6室なので、仕事をたくさんして、近所とのコミュニケーションも、潤滑になっていくと思います。で、魚座の方っていうのはもうここでね、なるので、魚座の方もやっぱり二回り以上年上の方との出会いがあるかもしれないですね。はい。で、射手座の人はルーラーの木星が9室にいるので、うん、あのスピリチュアル的なボディーワーク、だからボディーワーク、スピリチュアルの YouTuber なのにボディーワークやっての動画ばっかり出してるな、この人っていうチャンネルをよく見ると、なんかひらめきのきっかけになるかもしれないですね。で、ヤギ座の人は、ここにルーラーがいて、土星のルーラーが、
ライジングしてるので、ヤギ座の人も二回り以上年上の人と、ラブラブになる可能性は、あります。水亀座の人というのも、ルーラーの、土星がここにいて天王星がここにいるので、もう水亀座の人も二回り以上年上の方と、パートナーシップを結ぶといろいろと自分の肉体が若返ったりすると思います。以上です。最後までご視聴いただけたらいいねボタンとチャンネル登録、月に変わってよろしくね。